モンスターの名前なんてクソくらえ。どうも、ノブゾンビです。本日もモンスターハンターワールドやっていきたいと思います。本日はこちらの装備ですね。どれだどれだ、これだな。ジャグラスアサルト。こちら、ヘビーボウガンですね。で、あとは、クルル装備で今回はやっていきたいと思います。いやー、セクシーですなー。似合いますな、レフトアイさん。いやー、この装備好きだわー。今回は、どちら？プケプケだ。プケプケをやっていきたいと思います。素材がね、ちょっと欲しいんでね。よっしゃ、行こう。さてさて、まずは痕跡を追わないと。そっか、プケプケの痕跡、探さないといけない感じか。これはアンジャナフか。こいつじゃない。こいつにはまだ会いたくない。ま、とりあえず適当に探していきたいと思います。さーて、どこに行くかな。お、足跡発見。誰の足跡かな。お、プケプケ。よし、ようやく目的の足跡見っけたぞ。さあさあ、どこにいるかな。アンジャナフはいらん。プケ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 。プケプケはどこ。あれ、お、なんか音聞こえるぞ。いた。よっしゃ、今回初のヘビーボウガン。食らいなさい、食らいなさい、食らいなさい。オッケー。おー。騒がしいやっちゃで。カメレオン見て、おー、アンジャナフもいた。やめて。なんでいんのよ。せっかくの初対面なのに。あー、こっち来るし。鬱陶しいわー。食らい。ケツに当ててやる。おら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 わあ、ヘビーボウガンかっけえな。これができんだな、ヘビーボウガン。めちゃめちゃかっこいい。おいしょ。ああ、やべ、ドックだった。くそ、厄介だわ。超厄介。でも、この、クルルヤックの、装備で毒まみれって、ちょっとエロいな。あ、ムシムシ。オッケー。あれ？プケプケ消えた？アンジャナフだけいる感じ？もしかして。いやいや、プケプケどこ行ったのよ、マジで。アンジャナフと戦うにはまだ早い。装備が弱すぎる。よし、発見したぞ。今度こそ逃がさねえぞ。ここにやろう。つぶてを食らえ。これって、上から攻撃できんのかな？ちょっとわかんねえな。よいしょ！お、できたできた。お、尻尾に捕まった。いけいけ。よしよし。これ、周りが赤くなったら R2 で耐えた方がいいのね。最近気づいた。よしよし、暗い暗い。暗い暗い。俺の熱い弾丸を食らわしてやる。お、走ってる、ふけふけ。っていうか、これは一体何類になるんだ？爬虫類か鳥類の狭間か。まあ、前回と一緒か。よし、食らった、オッケー。よし。今のうちに、がっつり当てとけ。いや、邪魔。周りのジャグラス邪魔。はい、リロード。はい。離れて、撃つ。お、近づいてきた。怖っ。あっ、それありかよ。当たり判定空中でもあんだな。よし、隠れて、撃つ。撃つ。お、危ない危ない。隠れて、リロード。あ、リロード、リロード、リロード、オッケー。撃つ、あ、外れた、チクショ。撃つ、撃つ、撃つ。ヘビーボウガンもいいね。重いけど。撃つ、撃つ。ケツに、ケツに、お前のアナルに。プケプケ。アナルがあるかどうかわからんけどね。あ、なんかしゃくれてない？こんなしゃくれてたっけ？おぉ、やばいやばい。あぶなぁ。あぶねえなぁ。毒やめるやなぁ。ギロスみてぇな真似しやがって。お、いいね。いいよ。お、誰か友達になった。あ、ジャグラスが一匹友達になってくれた。頑張れ、ジャグラス。いや、うっさいわ。暗い。暗い暗い。お前にこの貫通弾を食らわしてやる。ケツから入れて口から出せ。
あー、クソ逃げたか、ちくしょう。よし、追いかけよう。よし、見っけたぞー。逃がさねえぞー。あれ、なんか怒ってらっしゃる？彼なのかな？両生類っぽいよな、でもこのプケプケって。ちょっと怒ってらっしゃるわ。ヒステリックだで。おー、危ねえ、危ねえ。イエーオッケー、かっこいい三段ショットガンだね、マジで。くらえ。うら。うら。よいしょ。うら。その派手な羽をよこしやがれ。やばいやばい、あ、いたーって。くそ。リロード中だったのに。やばい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 。やべ、こんなやつに負けたくねえ。あ、おわ、あ、食らった。やべ、立て続けに食らってる。ピヨルピヨル。ピヨっちゃう。あー、ピヨった。やめて。やめて、やめて。ちょっと待って。あ、いた。 やばいやばい。まず、解毒剤を。よし、次は回復。よし、回復入れていく。あっぶねえ、死ぬとこだった。こんなやつに負けたくねえ。何してんだ、あいつは。空飛んでベロ出して、だらしねえな。こんなだらしないやつには。これでも食らえ。うりゃー、よし、おっしゃ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 。おっしゃおっしゃおっしゃ。オッケーオッケーオッケー。連打を決めていく。よっしゃ、V 破壊オッケー。くらいくらいくらい。よっしゃ。強えな、ヘビーボウガン。これやば。うら。三段をくらい。うら。うら。うら。よっしゃ、いいね。おー。やばいやばい。ゲロくらったゲロ。臭い臭い。やばい、しかもピヨってる。なんでじゃ。あの下に舐め回される、このクルル装備の我がレフトアイさん、エロいわー。くらえ。いいね。あれ？お、もう弱ってんじゃん、弱ってんじゃん。お、なんかに引っかかってる。謎だ。謎すぎる、こいつ。くらえ、くらえ、くらえ。いやー、ちくしょう、リロード。っていうか、これ、うら。やべ、前回から学んでない俺。これは効かないんだよ。気づけ。気づけ、俺。それは効かないんだ。この状態で麻酔被弾。あ、何か倒れたぞ。よくわかんないけど。よし、今のうちに。効かないんだって。その麻酔弾は効かないんだって。よし、それでいけ、それで。おお、なんだこれ、なんだこれ。え、なんてやつ？拡散弾？これ使い方がよくわからん。いや、文字がちっちゃくて読めねえ。多分拡散弾かな。あのクリリンの拡散弾みたいな感じかな。ああ、狙いが難しいぞ、これ。撃ちたい、でも撃ちたい。ここら辺か。いけ。遅い、俺。遅し。いやー、それ撃つな。それ撃っても意味ないんだ。それを撃っても意味ないんだ、俺。まだ気づかんか。それを撃っても意味ない。ああ、もうほら。食らってま。無難に拡散弾とか通常弾でいいから。今だ、撃て。撃て。よし。ああ、遅い。あと一歩遅い。残念すぎる。そして逃げられる。そして素材を剥ぎ取っていく。いやー、ダメだよ。変なとこで麻酔弾使ったら。プケプケ見っけた。いや、プケプケってよく考えると覚えやすい名前だな。よし、これでも食らえよ。お、いいね。いいね。初めて効果的に使えた、この、なんか、拡散弾か、なんかよくわかんねえけど。やばい、避けろ。オッケー。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、今の。そうそう、無難にそれを打っとけ。三段、これ三段か。三段と拡散弾があるわけね。なるほど、なるほど。三段がショットガンみたいなやつで、拡散弾があのクリリンの必殺技みたいなやつか。オッケー。理解した。いい加減に、いい加減に。よっしゃ、いいよ。V 破壊オッケー。ん？うわ、アンジャナフいる。いらねえ、マジで。アンジャナフ。よくここに来るな、アンジャナフは。プケプケ何してる？プケプケ何してる？
おお、争ってんな。縄張り争いだな。これでプケプケ死んでしまえばいいのにな。そうもいかねえか。ああ、なんでこっち来んのよ、アンジャナフ。マジ鬱陶しいわ。おらー。そう、背中に乗れなんだ。おえー、そりゃない。うお、マジかよ。一撃おんも。死ぬ死ぬ。死んでしまう。死んでしまうって。頼む。よし、オッケー。あぶにゃい。あぶにゃい。逃げろ逃げろ。あれ、てか、プケプケどこ行った？ちょ、プケプケ追わないとダメだ、これ。あかん、あかん、あかん。こんにゃろ、プケプケ。今度こそやっつけんぞ。三度目の正直ってやつですわ。くらえ。くらえ。おっしゃ、避けていく。ほら。いいね、このカメレオン野郎。カメレオンの顔してるくせに、カメレオンの特性みたいな姿を消すみたいなことはしないくせしやがって。よし、オッケー。ほーらな。酔えんだって。お坊ちゃまくんみてえなほっぺしやがって。よっしゃ。まあ、何匹かのプケプケなんですけど、ヘビーボウガンで初の狩猟っていうことで、なんとかやってみましたけども、ヘビーボウガン、結構楽しいっす。ていうか、むしろ、ライトボウガンよりヘビーの方が好きかも。若干機動性に欠けるけど、その分強い。ってな感じで、次回もね、次は何使いたいかな。チャージアックスって使ったことないから、次はチャージアックスとか使ってみたいなと思います。あと弓とね、弓もなんかの戦いで使いてえな。いや、とりあえず今回はこのプケプケ戦やってやったって感じっすね。次は何かな？まあ、よくわかんないんですけど。まあ、とりあえず次回もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次のモンスターで。